名前をやり積もったことに対して、ああ一枚でも一人は一枚しか買っていただけないんで、この一枚を大事に作らなあかんなっていうのはものすごく。あの数は何百ってしますけど、月に。けど人に行くのは一人にしか渡らないんで、この一枚を大事にしたいなと心がけてはいます。電話なんかで、あ、一枚を大事にしてますっていう人も多いです。はい、これを大事にしてますっていう人、中には何枚もね、持ってのある人もいますけど、だけど一枚やっぱりかけてるのは一枚やで、一枚を大事にしなあかんなとは思います。できないちょっと進歩してかんしね、やっぱ絶えずチャレンジというか、そういうことを。まあ、今のセル巻きにしたって、昔は全然、今現にそういう人を作った人がいないと、全然わからないと。でもあえてやるっていうことは、なかなかそこへ到達するまではどうやったんかな、こうやったんかなと思うけど、出来上がってみると、これは非常にやっぱ嬉しいわね。嬉しい、出来上がったら本当に何やっていうけど、できた時の感動は何とも言えないね。あれは作った問題が分からんでしょ、これは。だけどやっぱり名前でそのちょっとやっぱり一枚一枚にね、今度は責任感というかね、
その図面通りのこの眼鏡ができるかどうか、うん、でやっぱりこの地のこの角度のあるとこを丸く していかなきゃいし、地っていうのはあの安いを かけて調整する前で、最初からこの鑑識柄に入れるわけにはいかない。材料そのものはやっぱり光沢とか艶とかっていうそういう面ではやっぱセルデルっていうのはやっぱいいもんやね。もう年数が経ってももう何ちゅうんかね、こう馴染みやすい、親しみがある、こうポイッと投げられんようなね、そういう感じの。エッジっていう問題に関してはやはりこう研磨の技術やね、難しいっていうのはやっぱ技術ということはやっぱりある程度こう年を得て熟練したあの腕でないと到達できないと。まあ今3年5年で自分らの今あのバフルでも種類が多く使ってるんですけど、やっぱりこのエッジを立てるっていうことに関しては非常に技術が要するっていうことやね。なかなかもうすぐにできるようなものではないかなと思うんですね。そのやり方は誰かに教わる、まあ、これ自分の長年の経験でね、まあもう人に教えてもらったことでもないし、まあ熟練順かね、ほんで経験とまあそんなもんですかね。はい。